いつもご視聴ありがとうございます。基礎山中です。さて、今回のテーマなんですけれども、去る2024年6月28日に5枚目のアルバムをリリースした福岡出身のガールズパワーメタルバンド、ブライディアのニューアルバム、こちら、ボーンアゲンの世界水準の魅力についてたっぷり語っていきたいと思います。 まずはブライディアの歴史簡単に振り返っていきたいんですけれども2012年に。 福岡にて結成されたブライディア、えー。結成時のメンバー、現在も席を置いているのは、ボーカルのキミさん、そしてベース、そしてグロールも披露しております。春さんの二人でございます、えー。2019年にはギターのあゆみさん、そしてドラムのなつみさんが加入。2022年にはギターの萌えさんが加入し、現在のラインナップが完成しております。ここまで、えー、ブライディアはフルアルバムを5枚、ミニアルバムを2枚、他リリース をしているんですけれども今回のテーマは改めて2024年6月28日リリースとなった「ボ o n e a g こちらとんでもないクオリティのアルバムとなっております <music> 今回。 このボーンアゲンの魅力を3つにまとめてご紹介していきたいんですが、1つ目の魅力はタイトルにも出ておりましたが、世界水準でございます。まあ、今回この日本版は先行発売されているんですが、その後全世界でリリースをされる流れとなっております。そしてそのボーンアゲンのプロデュースを務めたのは、あのフレドリック・ノルドストロームさん。 さあ、どんなアーティストを手掛けているかと言いますと、アーチエネミー、インフレイムス、ダークトランキュリティ、他、もう、枚挙に糸間がない、あと、リッチーレインボーという名前で、あの、 パワーメタルバンドドリームイーブルのメンバーとしても活躍をしている方でございます。そして世界水準で言いますと今回このボーンアゲンを引っさげて初の規模となるワールドツアーも決定していると。まずワールドツアーのスタートはオーストラリア、先ほども名前が出ましたドリームイーブルの オープニングアクトとして、えー、ツアーに参加します。その後、イギリスに移りまして、イギリスのヘッド ラインツアーを観光、えー、他にもヨーロッパアメリカカナダもちろん日本も含めて世界各地でそのライブのパフォーマンスというのを披露していくという予定になっているとで、なんといってもワールドツアーというところに意味があると思ってましてだから単発のライブとかっていうものとはまあ、正直本気度は全く 全く違うんじゃないかと私は思うわけですね。そして、先ほどからご紹介しているこのボーンアゲン全10曲入ってるんですが、そのうちの6曲が A 誌ということで、まあ最後の10曲目には、えー、ドリームイーブーのボーカリスト、ニックナイトも参加していると。だからまあそのニックナイトが参加しているというクレジットからも、もう世界に売って出ようというところの気概が随所にやっぱ伝わってる 変わってくるんじゃなないいかなと思います2二つ目の魅力音楽性なんですがブライディアがどんなジャンルの音楽かというのを言うとするとメロディックパワーメタル、うんまあ。ということで、まあ、メロディックの部分というのはボーカルキミさんの担う部分が大きいのかなあとまあ先日インタビューを させていただいたときに、確か萌えさんだったかな、えー、言ってたと思うんですが、そのツインリードのハーモニー、このメロディアスの部分というのも、やっぱりこのメロディックという部分で、かなり、えー、魅力としては大きい要素を占めてるような気がします。一方、パワーメタルの部分で言うなら、やっぱり楽器体のパワフルさ、そして、ハルさんのグロールですね。で、ここは、まあ、古き良きではなくて、アップデート とされた新しいメタルとしてのスパイスもしっかりと中に入っているだからそれが全てがまとまったものというのがブライディアの一つの魅力になっているのかなと思います 三つ目、えー、メンバー間のバランスなんですけれども、今回のアルバムの収録曲は全10曲で、この10曲のクレジットを見ると、結構バランスよくメンバーの名前が入ってるなっていうところが印象に残るんですが、特に、えー、ギタリストの二人、あゆみさんともえさんのクレジットがバランスよく配置されてて、そして、それぞれの個性が曲のあらゆる部分に すごい表現されてるんですよね。で、ちょっと具体的に言うと、公式ホームページ見ていただくと、好きなアーティストというのが各メンバーごとに、えー、載っておりまして、で、見るとね、実にメタル系のアーティストのチョイスが少ない。 少ないんですよ。だからまあちょっとピックアップすると、ボーカルキミさんのセックスマシンガンズであったり、ハロウィンであったり、インフレームズ。まあ、この辺とか、あとギタリストの萌えさんのスリップノットぐらい。うん。あとはね、もうジャンヌ・ダルクだったり、エレ・ガーデンだったり、ウーバーワールドだったりっていう、もう J ロックの名前がどん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 出てくる。特にあゆみさん。もうね、 あこの人はメタルの人じゃないんだっていうのが、まあご本人も言ってましたけど、まあその好きなアーティストのチョイスからもよくわかる。 で、えー、これがですね、まあ、あの、曲を粒立てて見ていくと、結構、その曲の持ち味となって生きているのがよくわかるんです。例えば3曲目、えー、リフ、完全にメタルです。で、えー、バッキングもメタル。ということで、メタルの曲なのかなと思いきや、ことボーカルのメロディーラインであったり、サビだったりっていうところは、なんとなく J-Rock 的。うん、急にね、なんかこう、キャッチーな雰囲気がかない。 申し出されるで、これクレジット見たら、あゆみさんだったりとか。で、8曲目。これはね、もうバキバキのメタル系。リフ手動で、どんどん曲が進んでいく。そして、なんとなくの雰囲気的にジャパメタ的な要素も感じる。ここがね、まあ一つ僕なんかは非常に刺さる要素となってくるんですけれども。で、ギターソロは泣きのメロディーが、 結構しっかりと入っててでこのクレジットを見ると萌えさん うん。という感じで、まあ他の曲も粒立てて見ていくと、いろんなものが多分組み取れると思うんです。で、もちろん、他のメンバーも、その曲の、えー、いわゆる創作活動において、いろんなスタンスで注力しているとは思うんですけれども、まあこれが二つ目の魅力にも繋がりますけれども、それぞれの持ち合わせた素養が一つの成分になっているというところ。やっぱりね、 この中に日本ならではっていうものも確実入ってると思うんですよね。そしてその日本ならではの世界にはない新鮮な個性というものが果たして世界のステージに出てどのように映るのか。もうすでにね、ブライディアの YouTube 見てるとコメント欄ぜひ見てみてください。ほぼほぼ英語。 もう何書いてるか分かんないんですけど、ただ好意的であることが組み取れるのは、えー、最後にハートとか、あとこういうサインであったりとかが、まあ、あのー、最後入れられてるので、ああ、だから、あ、好きなんだなっていう。そう、あのー、日本人の、その YouTube の、なんかこう、いろんな、なんかね、批判的なものではないと思われる。で、その意味でも、もう世界に売って出るだけのお膳立てはもう終了してると思う。あとは、もうせ、 世界を席巻するのみということで、えー、これからのブライディアの世界的な活躍、同じ日本人として見守っていきたいなと思っております。 さて、そんなブライディアが出演し、私が MC を務めますイベント、9月7日開催、ロックラインオデッセイ2え、西新井ギャラクシティにて開催でございます。ぜひ、えー、このブライディアの生の魅力とともに、私、まあ、その、事前のインタビューの方も撮らせていただいたんですけれども、このギャップですね。 あの、普段の他らかな、本当に女の子、女の子した感じ。この感じがね、えー、また僕、インタビューの方、本番もね、えー、担当させていただく予定ですので、えいろいろ皆さんにお伝えできたらな、なんて思っております。ということで、チケット絶賛発売中です。ぜひ、会場でお会いいたしましょう。それでは。